ねえ、会長くん。そういえばこの前、まといちゃんがノバホームへの変身に成功したじゃない？私もまといちゃんから話を聞いたりして、改めてノバホームになれないかどうか研究してるんだけど、やっぱりそう簡単にはいかなくて、ちょっと悩んでるのよね。またどこかで時間を作って、会長くんも一緒にノバホームの研究会をやりたいんだけど、どうかしら。本当？ありがとう。優しい弟くんでお姉ちゃん助かるわ。ぎゅーん。あら？ごめんなさい。嬉しくなってついまたやっちゃったわ。会長くん、ディスクが鳴ってるみたいよ。失礼します。今お時間よろしいでしょうか？ありがとうございます。実はもし可能なら助っ人をお願いできないかと思いまして。よろしくお願いします。そしたら場所は？ねえ、もしかして要件はロストアイテム関連かしら？実は少し前にちょっとね。さ、そういうことなら急ぎましょう。魔法少女たちが助けを求めてるんだもの。お兄さん、こっちです。いつも協力ありがとうございます。って、あれ、サーシャ先輩？サチちゃん、こんにちは。お姉ちゃんも手伝いに来ちゃった。力を貸していただけるんですか？すごく助かります。そういえば、お兄さんにはそのことをまだ伝えていませんでしたね。実は、サーシャさんがロストアイテム回収に協力したのは、私たちとじゃないんですよね。トレジャーヌさん、こんにちは。はい、サーシャさん、こんにちはです。我が眷属よ。それに今日はサーシャも一緒か。あ、プリムラちゃん、そうなの。で、うわ、こら貴様、気安く我にハグするでない。我は泣く子も黙る悪の終末兵器なのじゃぞ。プリムラちゃん、今日もプニプニもちもち肌ね。お姉ちゃん、ついついくっつきたくなっちゃう。なに、貴様。もう、我のボディは賢者の石によって作られたスペシャルボディじゃからな。そんじょそこらの柔らかクッションとは比べ物にならないほどに魅力的なのは当然のことなのじゃ。プリムラさん、褒められるのに弱いですからね。わ、何を言う。我は喜んでなどおらぬのじゃ。
れ事はそこまでにしてっちゃ。今しがたそのあたりを少し見回ってきたが、ロストアイテムの気配はかなり近くなっておるぞ。で、見つけた！あそこに！よし、行くぞ、サチ！うん、プリムラ！変身！さあ、しかと見よう！我は悪の終末兵器にして、いずれ世界を支配する者、漆黒の魔法少女、プリモラ・ノワール。そして、キュートでマジカルトレジャーな我らが主役、幸運の魔法少女、トレジャー・サチ。だから、名乗りはいらないって毎回言ってるのに。いいから、ロストアイテム回収始めますよ。おっと、私も忘れてもらっちゃ困るわ。シズハちゃん、遅いぞシズハ。ごめんごめん、まだ学園の地理に慣れてなくて場所がすぐにわからなくて。あら、シズハ。って、お姉ちゃん？もしかして手伝いに来てくれたの？ええ、サチちゃんからの連絡を聞いてね。嬉しい。お姉ちゃんと一緒なら私100人力だよ。ええ、ほら、前に話したことがあったでしょ。私にはソフィーの他にもう一人妹がいるって。あ、新生学園の会長さんは初めましてだね。でもまずは先にロストアイテムを回収しちゃわないと。変身！じゃーん、魔法少女クレイル・シズハ、ここに参上。うん、実はそうなんだ。よーし、張り切って頑張っちゃうよ。お姉ちゃんや会長さんにかっこいいとこ見せちゃうんだから。あ、なんかロストアイテムが光って。姿が消えた？一体どこに？体が急に熱く、なんじゃこれは。ロストアイテムの能力か？プリムラ、どうしたの？大丈夫？ダメじゃ、体が勝手に変形して。うわあ、プリムラ！これは力が溢れてくる。まさか封印されていた我の力が引き出されているのか？あのロストアイテム、私も知らないものでしたが、鍵の形状をしていましたね。封印を解く解放のロストアイテムということでしょうか。ついに現れましたね。封印を解くことができるかもしれないロストアイテムが。仮ですが、解放のロストアイテムと名付けておきましょうか。ひとまず力の制御は戻って変身を解くことはできたのじゃ。しかし、
今の我は幸の了承がなくとも自力でまたあの姿に変身できると感じる。一部ではあるが、本来の我の力が戻ってきているのじゃ。解放のロストアイテム。もし封印を解く能力が本物なのだとしたら、トレジアンナさんは元の姿に戻ることができる。それにプリムラも。だけど、もし封印が解けたら、プリムラはどうするんだろう。学園に残るのかな？それとも。ただ、よりによってタイミングが悪いのじゃ。トマルが不在の時に。そうね。お世話になった親戚の方が亡くなったとかで、まといちゃんとトマルちゃん、数日学園を休んでいるから。うむ、ロストアイテムは共通して気配を隠して逃げるのがうまい。トマルの追跡能力がないのは痛手なのじゃ。まあでも実際にいない以上ここにいるメンバーで頑張るしかないわよね。大丈夫、本気で見つけたいって願えばなんとかなるわ。きっとみんなで力を合わせて頑張りましょう。あって、そうだわ。会長さんとちゃんと挨拶しておかないとね。改めまして。ごきげんよう、会長さん。私はサーシャお姉ちゃんの妹で、付属校3年生のソメイシズハって言います。会長さんの話はみんなから聞いてるよ。リクリエを退けてみせた英雄だって。ん？どうしたの？聞きたいことがある？私は普通にサーシャお姉ちゃんと血のつながった妹だけど。ええ、会長くん、どうしてそう思ったのかしら。確かに会ったのは今日が初めてかもしれないけど。私にはソフィーの他にもう一人妹がいるって前に言ったことがあったでしょ？まあ学園に転入してきたのはついこの間のことだし、そう思われても仕方ないよね。私ね、今でこそ元気な体になったけど、つい2ヶ月前までは病気で寝たきりの状態でずっと病院にいたの。今の医学では治らない、いわゆる不治の病ってやつでね。しかも体はもう本当に全然動かなくて、心臓も日に日に弱っていって余命わずかとまで言われてた。そんな状態でどうやって病気が治ったのか気になるよね。本当に奇跡みたいな出会いだったんだけど、ある日突然ロストアイテムが私の前に現れたの。そしてロストアイテムの力で私はこうして元気に歩けるようになった。 D ちゃんが私のところへやってきたのはそれからすぐのことだったわ。うん、トレジアンナさんみたいに喋るロストアイテムでね。って、あれ？そういえばさっきから D ちゃん全然喋らないような。わあ！はじめまして会長、僕がその D ちゃんなのさ。ドッキリ成功。僕は人のそういう反応が大好物だからね。ごちそうさまなのさ。もう
またそういういたずらして。驚かせるためにわざと喋らないようにしてたわね。まあまあ、これが僕のコミュニケーションってやつだから許してよ。さて、リーちゃんというのは愛称で、僕の本当の名前はディーラックっていうのさ。いわゆる魔法少女の使い魔っていうと分かりやすいかな。そんなわけで、これからしずはちゃんともどもよろしく頼むよ、会長。じー。会長さん、思った通り、すごくいいお尻をしてるわ。実はしずはちゃん、生粋のお尻フェチなんだよね。リーちゃん、そんな大きな声で私の性癖を発表されたら、その、恥ずかしいよ。他人のケツを勝手に揉みしだくのは恥ずかしくないのか？確かに私はお尻の形と柔らかさに芸術性と美しさと魅力を感じているけれど、できればすれ違う人々、老若男女全ての人のお尻を揉みしだきたいと思っているけれども。欲望が全部漏れちゃってるね。実際にお尻を触るのはセクハラのためではないわ。これはそう、コミュニケーション手段としてだから。そう、ほら、お互いのお尻を触ると気持ちが近づいてすぐに仲良くなれるでしょ。あ、なので会長も私のお尻触ってくださいね。お知り合いですね、会長。お尻だけに。あら。どう考えてもやってることが僕よりもひどいのさ。やれやれ、ハレンチな。清楚そうな見た目にそぐわぬセクハラ魔人っぷりなのじゃ。お、プリムラちゃん、いい。相変わらずプリプリでもちもちないいお尻だかた。やめ、貴様、ハ